皆さんこんにちは過去にヌード写真集や映画やドラマなどでヌードや濡れ場を披露したことがある女性芸能人は実は意外と多いことをご存知でしょうか中には脱がなそうな人が脱いだと話題になった人もいるんですねそこで今回は実は脱いでいた女性芸能人27人を紹介していきます1人目は加藤愛さん中学校在学中雑誌「ピチレモン」のジュニアモデルを経て中学3年で上京し 1997年に木村拓哉主演のドラマ、ギフトで女優デビューを果たします。好感度の高い人気女優として、数多くのドラマで活躍し、多数の CM でイメージキャラクターを務めました。2004年に映画、海猿でヒロイン役を演じ、以降同シリーズに出演、女性誌、暗ア暗ンアン、2007年1月17日号に続き、 フラウ2013年3月号で再び大胆なセミヌードを披露して話題になりました2人目は伊藤沙莉さん2003年のドラマ「14ヶ月妻が子供に帰っていく」で芸能界デビューを果たします当時わずか9歳で演技未経験でありながら体が少女に若返ってしまった女性研究員という非常に難しい役柄を見事にこなしたことで話題の子役となりました 2005年には女王の教室「みんな昔は子供だった」に出演し再び注目の存在となり女優として飛躍しています以降清純な少女から影のある女性など高い演技力で幅広く演じ2017年公開の映画「獣道」ではヌードを披露して話題になりました3人目は足達由美さん幼少時に雑誌モデルとして芸能界デビューを果たしています 1991年ハウス食品の CM で話題に以降天才子役として活躍し1994年の日本テレビ系ドラマ「家なき子」で本格的にブレイクしています以降も幅広い役をこなす実力派女優として活躍2013年に初のセミヌード写真集を発売し映画「花よ道中」では大胆な濡れ場を演じて衝撃を与えました4人目は 市川優衣さん、モデルグラビアアイドルなどで活動後2001年ドラマで女優デビューを果たしています主な出演作にドラマ「恋仲」「恋路吹雪き物語」「東京男子図鑑」映画「愚行録」舞台「金閣寺」「晩餐」など2014年映画「海を感じる時」で主演を務め自身初の濡れ場ヌードに挑戦し 話題となりました5人目は門脇麦さん2011年ドラマ「三崎ナンバーワン」でデビュー映画「愛の渦」や NHK 連続テレビ小説「まれ」など多数の作品に出演しています2014年に公開された R18+ 指定映画「愛の渦」では地味で真面目そうな容姿ながら誰よりも性欲が強い女子大生というヒロインをオーディションで勝ち取り 初めててやヌードに挑戦しています6人目は黒木ひとみさん1981年に宝塚歌劇団に入団し娘役のトップスターとして活躍し1985年に退団翌年 NHK「都の嵐」映画「化身」で女優デビューを果たしています映画「失楽園」では日本アカデミー賞最優秀主演女優賞などを受賞 またエッセイ集詩集翻訳絵本など多分野でも精力的に活動をしている黒木さんですが映画「化身」で全裸のベッドシーンを演じて話題となりました7人目は小野町子さん映画監督川瀬直美の目に留まり1997年の映画「萌えの朱雀」で主演デビューを果たしています同作品で第10回シンガポール国際映画祭 主演女優賞を受賞その後も数々の映画ドラマに出演しています2009年にはヒロインを演じた「火の魚」で第36回放送文化基金演技賞を受賞2009年公開の主演映画「まさきくあらば」ではフルヌードでのおなまるシーンに挑戦し話題となりました8人目はテンチムさんテンチムさんは YouTube の登録者数は163万人を超えており、Instagram のフォロワーも70万人以上を超える人気インフルエンサーです。YouTuber として一躍人気者となり、現在ではモデルやホステス、ダンサーとして活動。映画、最近、妹の様子がちょっとおかしいんだが、に主演し、フルヌードを披露しています。9人目は、田畑智子さん。1993年。 新司監督の映画「お引越し」でデビューを果たしますこの作品で数々の新人賞を獲得するなど演技力と存在感が高く評価されましたその後1996年から久世光彦演出によるドラマ「向田邦子」シリーズのレギュラーメンバーにまた2000年に放送された連続テレビ小説「私の青空」で主演し大きな話題を集めました 2011年8月29日発売の写真集月刊ネオ田畑智子にて自身の30歳を記念しフルヌードに挑戦しています10人目は岩佐真由子さん2003年ミスマガジン2003に選ばれ芸能界入りし雑誌グラビアを中心に活躍2004年ドラマディープラブアユの物語の主役を演じ女優デビューを果たしています同年 第42回ゴールデンアロー賞グラフ賞を受賞その後グラビアアイドルから女優に転じテレビドラマ映画 CM 舞台に多数出演映画受難でフルヌードを披露しています11人目は酒井真紀さんモデルとして「三井のリハウス」などの CM に出演後1992年にドラマ「90日間トテナム株」で主演デビューを果たしています 女優デビュー後しばらくの間は歌手活動も行っていました2004年からは舞台での活動にも力を入れていますそんな酒井真紀さんは映画のんこ36歳でぬれ場に挑戦して話題となりました12人目は廣田レオナさん1983年映画大丈夫マイフレンドで女優デビューを果たしています以降ドラマ映画舞台で活躍する個性派女優に 2000年には監督として映画「ドラッグガーデン」を発表1995年の映画「エンドレス・ワルツ」で激しい濡れ場を演じて話題になりました13人目は沢尻恵香さん2005年フジテレビ系ドラマ「1リットルの涙」で主演を務めブレイクしています映画「パッチギ」で日本アカデミー賞新人俳優賞話題賞俳優部門を受賞 その後も映画ドラマを中心に数々の話題作に出演しています主演映画ヘルタースケルターであまりにも大胆すぎる濡れ場を演じて多くの衝撃を与えました14人目は宮地真央さん2002年に NHK 連続テレビドラマ小説満点のヒロインに抜擢され女優デビューを果たします2003年にシングル「コスモス」「夢先案内人」で歌手デビュー2005年にはミュージカル「 ピーターパンの主演を務めました。そんな宮治さんですが、映画、失恋殺人での濡れ場はファンに衝撃を与えています。15人目は、宮沢理恵さん。1987年、白鳥玲子役で登場した CM で一躍注目を浴び、翌年、映画、僕らの7日間戦争で映画デビューを果たしています。1989年には初主演映画の主題歌、ドリームラッシュで歌手デビュー。 篠山キシン撮影のヘアヌード写真集は社会現象になっています16人目は牧陽子さん2001年に映画での出演を果たしデビュー以降数多くのテレビドラマや映画に出演しています初主演映画「ベロニカは死ぬことにした」ではヌードシーンに挑戦し大きな話題に2008年には一般男性と結婚し翌年第一子を出産しています2005年に撮影した初主演映画 ベロニカは死ぬことにした。で初めてヌードシーンに挑戦すると2007年発売の写真集「月刊牧陽子」ではセミヌードを披露しました17人目は二階堂ふみさん2009年映画「ガマの油」でドラマデビュー2011年映画「秘密で第68回ベネチア国際映画祭日本人初となる新人俳優賞を受賞映画 リバーズエッジでの塗れ歯はファンに衝撃を与えました映画私の男」では浅野忠信さんとの大胆な濡れ場も披露しています。18人目は中島智子さん中島智子さんはタレント女優 AV 監督で2013年まで松島直美さんと共に漫才コンビオセロとして活動していました写真家皆川美,美香のチャリティー企画でヌード写真を撮影。 2008年3月7日発売の雑誌グラマラスにバストトップのギリギリ写真が掲載され話題を読んでいます19人目はダンミツさん数々の雑誌でグラビアを披露し注目を浴びている方ですテレビ東京系ドラマアラサーちゃん無修正での主演をはじめ TBS 系ドラマ半沢直樹 NHK 連続テレビ小説花子とアンなどに出演 2013年公開の主演映画、甘いムチでは、第37回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。映画、私の奴隷になりなさい、でフルヌードを披露しています。20人目は、セイノナナさん、キ因ンモデルを卒業後、女優デビューを果たしています。主な出演作に、映画、パーフェクトレボリューション、耳をすませば、ドラマ、トットちゃん、 今日から俺は、白でも黒でもない世界で、パンダは笑う。神様のカルテ、舞台、ドクロ状の七人、煙の軍団など、NHK では、連続テレビ小説、半分、青い、マレスピンオフ、などに出演しました。19歳ながら大胆なフルヌードの濡れ場にも挑戦する体当たりの演技で一躍脚光を浴びています。21人目は、池脇千鶴さん。 三井のリハウスで第8代リハウスガールとしてデビューを果たしています映画「大阪物語」では第23回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ多数の賞を受賞 NHK 連続テレビ小説「本間門映画「ジョゼと虎と魚たち」「ホームレス中学生」ほか CM にも多数出演「そこのみにて光り輝く」 ジョゼとトラと魚たちででヌードを披露しています22人目は鈴木穂波さん1984年第9回ホリプロタレントスカウトキャラバン審査員特別賞を受賞し芸能界デビューを果たしています1991年に主演を務めたドラマ「東京ラブストーリー」で大ブレイク以降多数の人気ドラマに出演しています映画 一元さんでは大胆な濡れ場を演じて話題となりました23人目は高岡早紀さんファッション誌のモデルを経て歌手女優デビューを果たしています主な出演作は映画「バタ足金魚」「忠臣蔵ガイデン四ツ谷階段」京子「京子今日恋」を始めます「モンスター」「ドラマ」「褐長島工作」シリーズなど1994年映画「 中心蔵ガイデン四ツ谷怪談』に出演しヌードを披露し翌年には篠山紀信撮影のヘアヌード写真集「ワン・ツー・スリー」を出版しています24人目は鈴木杏さんアメリカ人の祖父を持つクォーターである彼女は小学生だった1996年に子役としてデビューを果たしていますポカリスエットキットカットなどの CM で話題となり 1997年、ドラマ、青い鳥に出演し、注目を浴びました。2001年にはドラマ、金田一少年の事件簿でヒロイン役を務めるなど、人気と実力を兼ね備えた女優になります。2011年6月4日公開された主演映画、軽別では、初のフルヌードでの演技に挑戦していました。25人目は、吉高由里子さん。2006年、映画、 のりコの食卓でデビューを果たし、第28回横浜映画祭最優秀新人賞を受賞しています。2008年に公開された、ヘビにピアス、デビュー以来初のヌードを披露し、第32回日本アカデミー賞新人俳優賞、ブルーリボン賞新人賞などを受賞し、ブレイク、以降、主な出演作に、東京タラレバ娘、正義の瀬、私、定時で帰ります。 知らなくていいこと「危険なヴィーナス」「最愛」「風よ嵐よ」などのドラマ「ゆり心」「検察側の罪人」「君の目が問いかけている」などの映画で活躍しています26人目は真希子さん、実業団バレーボール選手として活躍後ファッションモデルに転身圧倒的なスタイルでファッション誌や CM 等で同世代の女性から人気を博しました。 1995年、映画、幻の光で女優デビューを果たしています。以後、テレビや映画で幅広く活躍。1996年10月に写真集、エスミの中でヌードを披露して話題になりました。27人目は、菅野美穂さん。1993年、ドラマ、ツインズ教師でデビューを果たしています。1998年、ドラマ、君の手が囁いている。 でランドール賞賞新人賞第3回大賞を受賞連続テレビ小説「ひよっこ」では女優川本節子役で出演しています1997年8月22日20歳の誕生日にヘアヌード写真集「NUDITY」を発売すると2003年6月までの集計で54万部さらには82万部のベストセラーとなるほど話題になりましたいかがだったでしょうか もともと魅力がある素敵な女性芸能人の方が脱いでいたと知って、新たな魅力を見出せた方もいらっしゃったかと思います。今後も彼女たちの活躍に注目していきたいですね。本日もご視聴ありがとうございました。